こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。どうですか、デンバーのファーストインプレッションは。初回なのにすっきりしてて。ですよね。ごちゃごちゃしてない。はい、ありがとうございます。こうやってピアノとかも街中にあって、あれは H&M ですね。日本にも多分上陸してる。知ってるよ。え、東京だけ？福岡にあるの？福岡にも H&M あるそうです。で、こうやってバイクタクシーもいっぱいあります。今アンニョハセシオって何語だった？韓国語、中国。え、でもアンニョハセヨって言ったよね。韓国人だと間違われました。面白い。ここもすごい有名なカフェフィンガープレッツォ。これは有名です。これは有名、ドイツのお菓子だよね。日曜日だからか知らないけど人が多い。いつもはこんなに。てか絶対あそこいいよね、パラマウント。コーヒーだけって飲めないのかな。でもこっちのカフェってなんかもうビールだよね。なんかスターバックスとかじゃなくて、こういう感じのカフェはだいたいみんなビールから。ビールから。なんかコーヒー頼もうとしたらなんかみんなえみたいな。なんかハードロックカフェもあります。